はい、どうもさん、こんにちは、なおです、今回ですね、暗黒カメオのシークレットと暗黒魔人ブーゼノのダーブラゼノ九州、こちらの2枚を使って、暗黒帝国デッキで、戦ってみました。暗黒カメオのアビリティがアタッカーにすると敵アタッカー人数分エナジーが増えるという効果で、ブーゼノがそれと対照的にアタッカーにすると敵サポーター人数 ×2000、戦闘力が上昇すると有効化になっているので、敵がアタッカーにしてきてもサポーターにしてきてもこちらの2人を入れておくことによって、まあ、エナジーが確保されるというような、感じの組み合わせとなってますね。で、ドミグラの、シークレットもね、自分チーム全員の記録補正プラス、エナジーをプラス1と、なのでこのデッキ、ユニットが結構打ちやすいデッキでありながら、まあ、必殺技も打ちやすいので、ユニット3つ入れてます。まず1つ目が暗黒カメオのユニットで、ユニットメンバーがダーブラゼノとサルサ、はい。ここでそのダーブラゼノはシークレットの、ゴッドミッション4段のやつですね、はい、エナジー削れるやつ、こちら入れてます。で、サルサが、懇談のキャンペーンですね。で、暗黒カメオのユニットの効果が、ユニットメンバーだけが、敵のガードとガードだけか、無効化して攻撃できる永続というような、効果の内容となってますね。で、こちらはユニット S なので、まあ、エナジー消費せずに、打ってます。で、サルサのユニットが暗黒帝国ユニットで、自分チーム全員の気力を全回復し敵チーム全員の必殺技を封じると、こちらのユニットめちゃくちゃ強いですよね。で、魔人シルムが、ホイタン対策のパワー弱体化キラーユニットで、ユニットメンバーが魔人トアと、サルサ、はい、今回魔人トアは、UR の、SH1 段のものを使っていますね、はい、敵のチャージインパクト妨害です。で、パワー弱体がキラーユニットを入れてるので、まあ、敵にホイとかタンバリンがいても、まあ、心配はないかなっていう、はい、パワーを削られたらそのパワーを初期値に戻して、与えるダメージが2倍と、弱体がキラーユニットなんですけど、まあ、ホイタンが万が一いなかったとしても、パワーを3000でも、5000でも下げられればその仲間の、まあ、パワー初期値に戻して与えるダメージ2倍にできるので、アビリティとかであとは CATA とかでパワーちょっとでも削ってくれば、発動できますね。という感じでこちらのデッキをですね使って、展開値モードの方を、取ってきたんですけど、今回のお相手がですね、まずゴッドリーグでやったんですが、なんとゴッドリーグのランキングが、1桁か2桁の、敵さんとちょっと当たってしまいまして、そちらのデッキがね、まあ、デッキ相性とはものすごく強かったです。一言で言うとものすごく強くて、チャージインパクトとかも、まあ、ゴッドボスクラス、もう破壊神レベルに強いので、まあ、そこら辺も注目してね、見ていただけたらと思います。それでは早速そちらのプレイ動画の方、ご覧ください。チーム設定ブロックするんだ。ヒーローアバターカードを押すと耳の分身を登録できるぞ。バトルタイプのスペシャルのカードはこのチームでチーム決定だ。バトルアプリの発動ラウンド決定だ。では出発するぞ。戦闘開始。さあ試合開始だ。という間に白目を向かせてやろうぜ。どこまで僕を楽しませてくれるんだい。このバトルでは7個集めるとバトルアプリのチームボーナス効果で、バトルアプリのチームボーナス効果でラウンド1、バトルアプリ発動チャンス。敵のアプリ発動だ。いいか、最初が肝心だぞ。目に見えるのがいいね。よし、作戦決定。バトルアプリ効果発動。敵のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。力を見せてやろう。込み上げてくる。ロックオンモード突入。カードを動かして敵を狙うんだ。仲間のアビリティ発動だ。力を見せてやろう。なんだこの戦闘力は。嘘だろ。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。
ダスト。ポジションメテロモード突入。恐怖に震えるがいい。危ない。ボスと踏み込んだ。次のラウンドではアタックエリアの敵にポジションメテロ効果を与えるぞ。敵のチームの攻撃だ。Let's go.
ム、やるじゃないか。トリガースーパードラゴンボールゲット。ショータイム、ズバッとぬわ。一気にかけーぞザコメ、ぶっ飛ばされないうちにさよなら。トリンガスーパードラゴンボールゲット。これでどうだい。ボタンを押せ。君の勝ちだ。ガード成功。トリンガドラゴンボールが全て揃ったぞ。敵のスーパーエナジーだ。今度俺が稽古をつけてやるよ。なんて強いんだろう。